はい、こんにちは。自営業専門税理士神奈美です。本日の動画は、このワードを聞いたら、このワードを知ったら入会するのがマスト、節税の代表格について、動画でしっかり解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営とビジネス書2冊出版しております。各 SNS も概要欄からすべて飛べるようになっていますので、ぜひ一度ご覧ください。それでは本日の内容、早速いってみましょう。今日の動画は、個人事業主節税の代表格といえばこちら、小規模企業共済について動画丸々1本解説していきます。本日の流れです。節税の代表格、小規模共済について解説をしていきます。まず、小規模共済とはどういった内容の制度なのか、加入の資格と掛け金について次に解説します。そして、この加入のメリット、そしてさらに加入のデメリット、そして最後、皆さんが気になっているであろう節税効果と、この小規模企業共済に加入することでいくらぐらいもらえるのか、最後そちらについて解説しますので、動画最後までご覧になってください。ではまず、小規模企業共済とは何ぞや、これについて次のスライドで解説します。小規模企業共済、こちらのワード知った方、また節税にいいらしいよという聞いた方、入会がマストです。この理由についてはおいおいスライドで解説していきます。まず、この小規模企業共済というのがどういった制度なのか、一緒に見ていきましょう。こちらは積み立てによる退職金制度になります。個人事業主は会社員のように退職金という制度がない代わりに、こういった小規模企業共済という制度を使って退職金を積み立てていきましょうというものになります。こちらの小規模企業共済は国が出社して運営しているものになります。運営先がどこかと言いますと、中小企業機構整備機構というところが運営をしています。この国が出資しているという点で安心感があるということで、人気のある節税方法です。こちらは全国で約161万人以上が加入している制度になります。小規模企業共済とは、一言で言うと、会社員のように退職金がない個人事業主やフリーランスの方がですね、廃業や退職時の生活の備えとして備えておくものになります。さらに、この制度を使うことで節税もできるということで、人気の制度になっているわけです。では、この小規模企業共済に加入する資格がある方、どういった方が加入できるのかについて、次のスライドで見ていきましょう。加入資格になります。こちらの制度、加入するには資格、要件があります。そちら紹介します。常時使用する従業員の数が20人以下であること。従業員の数が20人以下の個人事業主や会社等の役員の方は、こちらの制度に加入することができます。また、もう一種類ありまして、個人事業主と事業を行う共同経営者の方も2名までなら加入資格があります。そして、もう一点気をつけなければいけない点があるんですけど、サービス業、宿泊業や娯楽業は除きます。そして、商業、これに該当する方は、常時使用従業員が5名以下というルールがありますので、こちらお気をつけください。基本的に一般は従業員数が20人以下の個人事業主や会社等の役員だったら加入が可能。今紹介したようなサービス業、商業の方で該当する方は5名以下となります。こちら条件が変わってきますので、しっかり確認しておきましょう。表を紹介します。こちらの表を見ると、今ね、私が解説したところが分かりやすいと思うので、こちらの表も見ておいてください。従業員数の制限が20人以下の業種と5人以下の業種というふうに、こちら再度表の方でご確認ください。こちら加入要件を確認したところで、逆に加入は NG の方、代表例を紹介します。 NG なのは給与所得者、また配偶者等の専業従事者、またですね、会社等の役員は加入できるっていうふうに先ほど紹介したんですけど、登記簿謄本に役員登記がされていない役員は加入ができませんので、ここご注意ください。では次に、この小規模企業共済の掛け金について解説していきます。掛け金についてです。こちら特徴として自由度が非常に高いという面があります。どういうふうに自由度が高いかと言いますと、まず月々1000円から7万円まで自由に選ぶことができます。さらに500円単位で設定が可能です。そしてこちら、加入後も増額減額をすることが可能です。自分がかける掛け金をチョイスできる、選択できるということが非常に自由度が高く特徴となっています。ですので、ビジネスの
の状況に合わせて変更することができるということです。ビジネスの規模がまだ小さい時には1000円や1万円でスタートしておいて、ビジネスがうまくいき徐々に伸びてきた時にですね、掛け金を5万円7万円というふうに上げることができるというわけです。そして逆に厳しい時には掛け金を下げることができる、これが掛け金についての自由度が高いと言われるゆえんです。ではこの制度に加入するとどんなメリットがあるのか、加入のメリットはこちらになります。一つ目のこれが非常に大きいです。この加入した時にかける掛け金が全額所得控除の対象となります。ですのでこの点が節税代表格と呼ばれるゆえんです。この掛け金が全額所得控除になるため節税効果が高いです。2つ目、貸し付け制度を利用することができます。こちらの貸し付け制度にはいろんな種類パターンがあるので、このあたりはですね、詳しいことについては調べていただきたいんですけど、この貸し付け制度非常に助かる時があります。緊急に資金が必要な時、ちょっとしたまとまったお金が必要な時に、この小規模企業共済に掛け金をしていて一定の月数をかけている、一定の年数をかけている場合には、それを担保としてお金を貸してくれるんですね。そしてこちら窓口に行って申し込みをすると現金で出してくれます。こういった急遽必要な時にですね、保険として万が一に備えてかけておくとですね、いざって時にまとまったお金を少し借りることができるということを覚えておきましょう。こちらね、必要なかったらそれはそれで問題ないですし、いざ資金が必要な時に借り入れしたいというふうに審査を通してますと、やっぱりタイムラグが発生しますので、即金でちょっとしたまとまった金額が欲しい、困った時に助かるんじゃないかと思います。まあ備えておくにね、越したことはないですよね。そして3つ目です。こちら退職金代わりになる制度です。そもそもね、一番最初のスライドで解説した通り、退職金代わりの制度というところがありますので、こちらに加入することで要は退職金を積み立てていくことができることになります。この老後の備えができるというところも加入のメリットになります。そしてこの老後になった時、いざ廃業した時にどういった風にこの掛け金がもらえるのか、受け取り方法は実は選択することができます。一括でもらうという方法も選べますし、分割でもらうという方法も、受け取り方法も選べます。また一括と分割を併用して選択することもできます。このように受け取り方法も選べるというところはですね、非常にメリットになるのではないでしょうか。そしてこれ受け取り時のちょっとした先の話になるんですけど、しっかり押さえてほしい項目あるので紹介します。こちら一括でもらう場合には退職金という意味合いが強くなりますので、退職所得に区分して確定申告をします。分割でもらうという方を選んだ場合にはですね、分割でもらうということは年金をもらうという要素に近いことになりますので、年金と同じく雑所得で確定申告をします。こちら受け取りの時にですね、確定申告の所得区分が変わってきますので、ここもしっかり押さえておきましょう。では次にこちらの制度に加入するデメリットの方も見ていきましょう。こちら加入のデメリットになります。まず1つ目、掛け捨てのリスクがあるということです。2つ目、元本割れのリスクもあるという点、こちらがデメリットになってきます。この後もう少し詳しく解説します。3つ目、解約は可能だけど資金がロックされる点、これもデメリットに感じる人がいるんじゃないでしょうか。この制度、解約することは可能なんですけど、解約するまではやはり資金がね、退職金に向けての積み立てになりますので、その分資金がロックされてしまう、これがちょっとねデメリットに感じる方もいますので紹介させていただきました。ただし実は掛け止めという方法もあります。支払いがどうしても厳しい時にはですね、掛け止めできるという方法もあります。こちらは一定の理由がある場合に一定期間停止することができます。この一定期間というのは6ヶ月または12ヶ月になります。ですのでどうしてもの時はですね、窓口に相談していただいて掛け止めという方法もあるということをちょっと、頭の隅に置いておくといいと思います。やはり解約するよりは掛け止めの方がいいからです。これどうしてかというのを次のスライドで解説します。もう一つ紹介したいデメリットなんですけど、そもそも所得税、税金額が0円の人は節税をしてもですね、税金が0円の方はですね、節税にはないので、節税という点のメリットはないということになります。こちら一応案内しておきます。節税のメリットがたとえなくてもですね、この自分の退職金を積み立てていくという意味合いはありますので、これは価値観次第でですね、どういうふうに捉えるかだと思います。では今紹介した掛け捨てのリスクや元本割れのリスクについて次のスライドで解説します。
注意事項ということで、加入にあたっての注意事項があるんですね。まず積み立て期間が6ヶ月未満で廃業した場合や死亡した場合は掛け捨てになってしまいますよということです。これが先ほどデメリットで紹介した掛け捨てのリスクがあるよっていうところになります。また積み立て期間が12ヶ月未満で上記以外の理由で共済金の請求や解約を行う場合も掛け捨てとなります。この上記以外というのが廃業した場合や死亡した場合以外の理由でっていうことになりますね。この場合も掛け捨てになるので、このあたりデメリットに感じる方もいるかもしれません。そして3つ目、積み立て期間が240ヶ月未満の場合で任意に解約される場合、これはですね、支払われる解約手当て金が今までかけていた掛け金の合計額を下回ってしまうことになるんですね。なのでこちら小規模企業共済というのはある程度長期期間かけないとかけた金額よりも少なく戻ってきてしまう、ここにデメリットが隠れているわけです。ただし掛け金は自由に設定できます。厳しい時には1000円でも継続していれば大丈夫なので、基本的に長期でかけるものだというふうに思ってください。一応デメリットとして240ヶ月未満の場合は掛け金の合計額を下回りますよというリスクがあるということです。ですので一つポイントとして、独立開業してまだ日が浅い方、すぐ入会するというのももちろんいいんですけども、もしですね 2,3 年先に廃業する可能性があるとか、もしかしたらビジネスがうまくいかなかった場合に会社員に戻るかもしれないというようなことをちょっとでも考えている方はちょっと待った方がいいかもしれません。掛け金がね、今紹介したように240ヶ月未満の場合は掛け金を下回ることになりますので、そのあたり少し考慮した方がいいかと思います。でもビジネスというのは基本的に、ね、長く継続していくというのが前提になりますので、ほとんどの方はですね早い段階で加入、入会すると節税につながるのでいいではないでしょうか。もう一点注意点挙げていいでしょうか。こちら意外と皆さん勘違いするんですけど、こちら先ほど紹介したように掛け金が全額所得控除になると言ったんですけど、これつまり事業の必要経費ではありません。事業の必要経費に計上すること、参入することはできないので、お間違いのないようにしてください。事業の必要経費にもですね、こちらの掛け金を計上してしまうと、そして確定申告でね、さらに所得控除をすると二重取りになってしまいます。こう二重はできません。経費ではなく所得控除というのがルールですので、こちらお間違いのないようにお願いします。要は経理処理を間違えないように処理してくださいという案内になります。小規模企業共済のメリットデメリットを抑えたところで、じゃあ実際にいくら掛け金をしたらどれくらい増えて戻ってくるのかについてイメージしたいという方多いと思いますので、次の表を紹介します。こちらです。共済金の金額のイメージになります。月額1万円5年間かけるとですね、掛け金の合計額は60万円になります。この5年間60万円かけた時にいくら戻ってくるのか、いくら増えて戻ってくるのかというイメージ図があります。こちらのイメージ図はですね、中小企業基盤整備機構の方から持ってきた表になります。こちらに共済 A、共済 B というふうに金額が分かれてるんです。こちら共済 A が何なのか、共済 B が何なのか解説します。まず共済 A は事業を廃止した場合や死亡した時にこちらの共済金 A が該当します。こちら共済金 B というのはどういった時かと言いますと、老齢給付というふうに呼ばれております。こちらの内容が65歳以上で180ヶ月納付している場合はこちらの共済金 B になるということです。このように表を見てください。例えば5年かけていて掛け金が合計60万だった場合、 A のパターンですと62万1400円、 B の場合ですと61万4600円、要は少し増えて戻ってくるということになります。これがですね、10年、15年、20年、30年というふうに月1万円かけた場合、このように共済金 A、B ともらえる金額が変わってきますよということになります。これを考えると、このもらえる金額が掛け金よりも多くなるという点と、この掛け金が全額所得控除できる、節税につながるとなるとですね、こちらの小規模企業共済というのはやはりこの節税するにも有効だし、自分の退職金、老後の対策、老後の備えとしても有効なので人気があるということになるわけですね。では次に、いくら節税になるのか、どれくらい自分の場合税金が安くなるか、皆さん気になっていると思います。次のスライドで紹介します。はい、ではね、皆さんが一番気になっているだろう、この小規模企業共済に加入してメリットデメリットを抑えたと、そして将来もらえる掛け金も増えるということで、ね、非常にいいと思うんですけど、この全額所得控除できるという節税効果がどれくらいなのか、こちらの表を紹介します。
こちらも同じく中小企業基盤整備機構の方から持ってきた表になります。こちらにですね、課税される所得金額というのが左側に載ってます。この所得金額というのは売上から経費を引いた残った金額になります。ここが200万、400万、600万、800万、1000万という方で、ざっくりなんですけど、これぐらい金額変わりますよというのを一覧表にしてくれてるいい資料がありますので紹介します。大体皆さん自分がどこに該当するのかというのをですね、横にね表の方を見てください。例えば所得400万円の方が、加入前の税額がですね、所得税がこちら38万300円、住民税の方が40万5000円の場合、掛け金がですね1万円、3万円、5万円、マックス7万円の方でシミュレーションしてあります。例えばこの400万円で月1万円だと、節税がですね約3万6500円が節税できるということになります。これもちろん掛け金が多くなればなるほど節税額も上がります。同じマックス7万円見てみましょうか。掛け金が月額7万円だとするとですね、節税額が24万1300円というふうに出ております。こちらの表はですね、目安となりますので、だいたいこれくらいかなというふうにお使いいただければと思います。もっと詳しく計算したいって方はですね、シミュレーションありますので、こちらの中小企業基盤整備機構のホームページに行っていただくとシミュレーションできるようになっておりますので、そちらで実際にシミュレーションしてみるのもありかと思います。でもね、この表すごくわかりやすいので、だいたいの目安は出るんじゃないでしょうか。はい、というわけで、なんか質問があるとか、もう少し詳細ここ知りたいって方はですね、問い合わせすることができます。制度の詳細はこちらからお願いします。小規模共済で検索をするとホームページ出てきますので、ホームページの方でよくある質問などの掲載してありますので、そちらの方を確認ください。またですね、不明な点があるとか相談したいという方は、こちら電話番号を紹介しておりますので、こちらの方に電話をかけて相談してください。今実はこの小規模企業共済、オンラインでの受付も可能となっております。例えば先ほど金額に自由度が高いよってありましたけど、掛け金を上げたい下げたいって時もですね、今オンラインで対応できるようになっております。非常に便利になっておりますので、ぜひ皆様、節税の代表格小規模企業共済使ってみるのいいんじゃないでしょうか。私も入っておりますし、他の税理士の先生も加入している方非常に多いですし、やっぱり顧問先もですね、加入している方非常に多いです。というわけで、本日は皆様が気になっている、聞いたらね必ず質問に来る、小規模企業共済って先生何ですかっていうものについて、意外と動画で1本説明したことがなかったので解説させていただきました。私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につけることができます。顧問料に比べると圧倒的に安いお値段で税理士を味方につけることができますので、ぜひご検討ください。メリットが4つあります。1つ目、専門家税理士に質問や相談をすることができます。2つ目、起業家コミュニティ、メンバー皆さん経営者ばかりですので、情報交換ができる、異業種交流ができるということで非常に好評です。3つ目、最新記事のインプット、私が平日毎日書く経理や税金、またビジネスマインド、 SNS の裏側などなど記事を投稿しています。その記事の購読権利がついております。4つ目の特典メリット、サロンメンバー限定で定期的にズームサロンを開催してます。ズーム上で私に直接相談することもできますし、他のメンバーと交流を図ることもできます。情報交換ができるとして非常に好評です。オンラインサロンについては概要欄に詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ詳しい詳細を確認して入会の方お待ちしております。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンや感想コメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他の SNS も私やっておりますので、ぜひフォローの方お願いします。すべて概要欄から飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。はい、というわけで今日はね、節税代表といえばこれというね、一番最初に勧める先生も多いであろう小規模企業共済について解説させていただきました。税理士をねつけていたらですね、こういった情報というのは税理士の方から、また税理士事務の方からね提案があったりするんですけど、ご自分で確定申告している、普段ね税理士をつけてないって方はですね、こういった情報が入ってきませんので、この小規模企業共済を聞いたとか同業の仲間から聞いた場合にはですね、必ず調べて、まあ基本的に入会がマスト、ベストです。デメリットよりもやっぱメリットの方が大きい制度になりますので、ぜひ皆さんですね、こういった小規模企業共済加入検討した方がいいんじゃないかなというふうに個人的に思ったので動画にさせていただきました。今後も個人事業主やフリーランスに役立つ動画どんどん出していきますので、チャンネル登録の方だけぜひよろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方、ここまで見てる方なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、本日も最後まで見ていただきありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。